警察庁の中村いたる長官が辞職の意向を示しました。今日は安倍元総理の銃撃事件の警護に関する検証結果の記者会見を行っていましたが、その際に表明したものです。事件に関して非常に重大な結果を招いた、極めて重く受け止めている、長官の立場は重い、警護を一から出直そうと覚悟を決めた、 新しい体制で人心一新するので職を辞したほうが良いと感じたと話しました。